ハン紫ウツボカズラネペンテスマキシマはウツボカズラ属の一種。細長い補中袋に紫の半紋が入る。日本でも古くから栽培されている種である。茎はツルで樹木などに絡まって伸び、50センチメートルから3メートルになるが、時に10メートルにも達する。葉は長楕円型で、長さ30センチメートルほど黄緑色で、やや角質。裏面には、 毛がある。補充袋は2型があり、大きさはいずれも長さ10から2 5トル、計3から5センチメートル、貝の袋は円筒型で、暗緑色、多数の紫色の反紋を持つ。この時の葉は大円型から、東乱円形で、長さ15から1 8トル、幅5から7センチメートル、傭兵は3から6センチメートルで狭い翼があり、基部は茎を半分ほど抱える。 袋は全体に楕円形だが中央部がやや太く、上部は円筒状。縦に縁飾りのある翼が2列ある。円刃は平らで内側の円が袋の内部に伸びる。これに対して上位の袋はロート型で半紋が出ない。この時の刃は楕円型から非新型で、長さ15から3 0トル、幅2.5から7センチメートル、傭兵は3から6センチメートル。 その基部は茎の半分かそれ以下を抱える。蓋は狭い心臓型で格子色の斑点が散らばる。また仮面の基部とそれに先端から小さな突起が出る。学名の種小名は最大のと取れるが本種は本属ではさほど大きい方ではない。なお和名としては朝山タワーベニジマウツボカズラという名を拾っている。ボルネオセレベス。 モルッカ島、ニューギニア北西部などに分布し、海抜線から2000メートルの雲切り葉や帯に広く分布する。食中植物として、観葉植物として栽培される。本属では古くから導入された種であり、日本でも戦前に持ち込まれている。ただし流通しているのは比較的低標高の地域のものであり、より標高の高い地域にはまだまだ魅力的な系統があり。 導入が待たれている。本種はまた本属の品種改良における後輩親としても重要である。代表的なものとしては、脳子穴 N ノーズ穴と本種の後輩によるミクスタ、N ミックスタが挙げられる。この品種は1893に発表されたもので、よく普及している有料品種である。またこの後輩品種からは、後輩品種中で、 最大級の袋をつける品種であるダイエリアナ、ダイリアナが作られている。紫ウツボカズラは非常に幅広い多様性を示す。ここに示すのは分布域各地域における上位の袋である。ニューギニア2300メートル銅2600メートル以降、種として近、近藤、近藤、P121 園芸大辞典、P1731 園芸大辞典。 P1731 園芸大辞典。P1731 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 ホッタ、P1496 田辺。P94 浅山ほか。P86 大辞典に。P1734。ありがとうございます。